はい、えー、どうも吉谷です今回はですね LINE アドに登録していただいている方から質問いただきましたので、えー、回答していきたいと思いますこんばんは質問です情報発信は詳細扱ってる人と人脈がかぶったりライバルのところに行かれたみたいなこと言われたことありそんなことを言われるくらいなら えー、なんで怒るばかりではなく優しくフォローしないのか相談しづらい状況で逃げ道を作らないようにし,しないかと言いたくなった時があります。これも責任転機で自分が悪いんでしょうか。そんな心境も言えずにテンパった時期があり正直つらかったです。自分もそんな時がありとあるコミュニティに参加していると制限なくグループにより割と自由にしててあの頃の自分の真面目さはと思ったりしますし。自分は仕方ないとしても人脈のかぶりであなたが。 あなたたたたかからら可愛ががっってて〇〇申ししし込みみでしょうそうそ言言われたら何と言っていいか悩みます吉谷社長はどう回答されますかご教授いただけば幸いですということなんですけれどもうんこれですね実はあのあのー、ちょっと考えたんですね、まあ、いつもだったら即答できるんですけどこの質問の内容がちょっとあまり汲み取れなくて僕おつむが悪くてちょっと汲み取れなくてですね うんそう考えたんですけどこか僕考えた結果ちょっとその質問いただいてるんですけれどもその趣旨とちょっと違うかもしれないですけど僕の見解をちょっと言わせていただきますはいまずですね気にしないってことが一つですね全く気にしないと僕の場合は、まあ、もちろんそのえー なんだ発信してる上でかぶりもちろんありますし、えー、僕の教材買った人が他のとこ行って他の人のファンになって他の人のをメンターって,ってしてでそうなる時もあるしこっちからこっちに来る場合もあるしもう,もうそもそも僕は思うんですけど情報商材を買う人ってそもそも一点に絞れないんですよ。 情報を見る人って一点に絞れないからいろんな情報を見るわけじゃないですかだからそもそも自分だけで囲うってことはまず無理なんですよ無理ですっていうことは僕はもうこの十何年で見てきましたんで分かってますねあのあの横のつながりもあるんで例えばその <laughs> 前面白かったのがそのうちのその教材を売ってた時に塾入れませんっていう人がいたんですね だけどこの B さんの塾は買ってたんですよ。でまあ B さんとつながってたんで、あそのお客さんを買ったよみたいな、マジでみたいな、お金ない言うてたのにみたいな、そう。結構よくあるパーティーんで、こっちは、いや買いたいんですけどお金がなくてっつって、こっち買ってんですよ。あるやん、自分みたいな。自分あるやんみたいな。まあそんな感じでですね、まあ、結局そのみんなブレるし、 その結局、まあ、僕なんかお金儲け系扱ってるので金儲かれば何でもいいんでお客さんって、うん、正直金もかれば何でもいいんですねこうぶっちゃけどストレートに言うと本質そうじゃないですか僕はお金系扱ってますからお金が儲かれば何で,もいいんですよそう別になんかあのマインドセットを勉強したいんですとかねなんか考え方勉強したいんですとかまああまりいないですよ でそのマインドセットが考え方が大事だなっていうところはいろんな失敗をした上でやっぱりここだよねって気づくんで最初の起点っていうのはお金儲けたいなお金なんかない稼げたいなっていう感じで来ますからお金稼げる簡単に稼げるよっていう情報に振られるっていうのはしょうがないことで、うん、だからまああのー、かぶるし人は入れ替わり立ち代わりするし、まあ、しょうがないかなっていうところです。あとはそそののなんかその 人脈のかぶりであなたからかわいがってまるが申し込んだでしょうということなんですけども人脈のかぶりであなたからかわいがってたまるが申し込んだでしょうそう言われたら何と言っていいか読みます。何て言ってよいか悩みます。吉田さん社長ののはどう台頭されますかと。いや別にいいんじゃないですかと。え,なん,かえなんかいけないことなんですかみたいな。えその人の申し込んだ人の自由じゃないですかと。 なんかそ,の申しその申し込んだ人の自由なので私は別に何も関係ないしその人がそれが好きだったから申し込んだだけであってなん,かなんかそこに対して何を言えばいいんですか逆にみたいな逆にそれ何を言えばいいんですかみたいなその人が自分の判断で申し込んだんですよねって話でそこに対して自分「いや何も意見ないですけど」とそう僕,僕だったらですよ僕だったら うん,なんかそれを言われたところで「うんいやその人が決めたことなんで僕は関係ないですね」と「僕はその人 A さんじゃないんで A さんが決めたことで僕は A さんではないので僕は回答しようがないです」と「A さんに聞いてください」と「僕は A さんってないです」と「A さんが決めたことですから」うん、じゃあじゃあこれ例えば例えばでしょ例えば <laughs> 例えばじゃあ A さん、うん、じゃあ中学じゃあ高校生にしようかな。 高校生思春期、高校生。じゃあ、高校生ですね。じゃあ、高校生。じゃ A 君がいました。A 君。じゃあ、A 君は B さんと付き合いました。はい。A さんは、B、A、さん、A 君は B さんと付き合いました。うい,ういしいみたいな。じゃあ、何かの事情で、えー、と別れました。じゃあ、また A 君は、えー、C さんと付き合いました。うん。えー、で、えー、また別れました。 でこ,のこ,のまあ、こういうプロセスがあると思うんですよこういうプロセスがじゃあその時にその時になんだう,うんこのこのじゃあ A さんとか昔の彼女がなんか A 君に何であの子と付き合ったのみたいなちょっと違うか例え話ちゃうかな別にどうでもよくないですか <laughs> うんどうでもいいと思うんですよね なんかもう多分ね本当ね他人のことをね <laughs> ほとんどの人が他人のことをね本当に気にするんですよねだ僕はねありがたいことになんでこういうそのマインド考え方になったのかっていうまあ根本的なところがあってまあ僕の家っていうのはすごく貧乏だったんですねで僕の家っていうのはすごく貧乏でそのなんかまあ、母ちゃんに「母ちゃんこれ買ってよ」みたいな言うと いや、うちはお金はないのと。いやいやいや、あっちのあそこなんかおもちゃ買ってるやん、みたいな。いや、うちはうち、人は人、他人は他人みたいなね。うちはうち、人は人、みたいな。もうずっとそれでスルーされたんですよ。なんか買ってよって言ったら、うちはうち、人は人と。うちは金がないんだから買えない。人は人でしょと。そこは買えるかもしれないけど、うちは金がないから買えないのって。いうそこをね、ずっとね、植え付けられたんで、 結構その人は人うちはうちっていうのがめちゃめちゃあってあのそれがまあ僕は母ちゃんにありがたいなと思うんですけどそこがなかったらあのそこで僕はですね要は他人と比較するともう自分が貧乏だから買えないじゃないですかなんか比較すればするほど自分が辛くなるっていうのがなんか肌の肌感覚で分かったというかね だってそうじゃないですか,なんか他人は、うん、ね友達の友達ん家行くといっぱいおもちゃあるんですよ友達ん家行くとめっちゃおもちゃあるでも自分ん家おもちゃ買えないで比較すればどんどん惨めになっていくじゃないですかだからある時にその幼少期に比較することをやめましたねだからうちはもううちはうち流みたいな <laughs> なんかそういう感じになったというかねだからこれは大人になっても まあもちろん大人になってから社会人になってやっぱ社会の,、まあ、そのレールというか社会の,この入った上でやっぱ他人と、うん、調和性か分かんないですけど、うん、やっぱまあ会社で僕も入ってましたから、まあ、会社のスタッフとの調和だったりとかいろいろありますけどだから結局そういうのが嫌で今一人になったっていうのもあるんで、うん、やっぱ一人いいっすよ。一 <laughs> 人がいい もう何ももね、もうね、うだからねあのやっぱね僕ねほんとねこれね与沢さんの話出していいのかわかんないですけど与沢さん本当にねまあ僕は与沢さんやっぱすごいなと思ったのがやっぱ日本にいるとやっぱいろんな誘いがあるわけですよね。でも海外行っちゃうと誘いも来ないしやっぱ自分の集中してやりたいことできるっていうことを與澤さんは言ってたんですけどやっぱね来ないっていう。 だから与沢さんはもう投資やるっつてぶわ勉強して本もぶわ読んだりとかしてそね今投資やってますけど僕は鹿児島行って今行き来たとか東京とか来たりとかしてますけどやっぱりね雑音入るんですよだからやっぱね一人で一人の時間っていうのは非常に大事だし自分と向き合うというか自分の人生だから自分が一番じゃないですか自分の人たった一人の自分の人生なんで自分が一番大事なんですよ。 他人関係ないですよね。もちろんそ,のそこになんか仲間とかねいろいろな子はありますけども、うん、なんか自分がどう生きたいのかっていうか自分がどう楽しんでいきたいのかとか周り関係ないですよね。であとは僕のマインドセットの中で周りにどれだけ言われようが何を言われようが周りも死ぬし僕も死ぬんですよ。 たとえ今何か言われてたとしてもじゃあ10年後もその人言ってるのって話でもし10年後も僕の悪口とか言ってるんだったら相当暇人じゃないですかじゃあ20年後も僕の言い続けてますって話でもし20年後もずっと僕の悪口毎日言ってたら相当あの暇人ですよそ,暇でその人も自分の人生があるから僕の悪口をね言ってる暇ないじゃないですか,か一貫性でしか過ぎないですよ いや10年後も20年後も30年後も僕の悪口を言い続けてるのかそれないですよね僕が人殺しをしたとかだったら別ですよ多分人殺しをしてしたらずっとなんかその憎まれるかもしれないですよ人殺しをしたならばでも僕人はさすがに殺さないので、うん、多分ねまあ普通にやってますから別にね騙そうと思ってなんか教材売ってるわけでもないしだからまあ2ちゃんでも叩かれてますけど 二ちゃんで叩かれた叩いてる人たちもじゃあ10年後も20年後も30年後も吉谷拓郎を叩き続けられる人はいるのかっていう逆にいるんだったら僕は会いたいですねありがとうとそ,そこまで叩いてくれてありがとうと <laughs>、ね、多分そんな暇じゃないんですよだから要は結局そのなんか人生つまんないし人の何か言う人が 人のことを何か言うっていうのは自分の人生が楽しくなかったりとか何か言いたいんですよね。で言うことによって何かその保ちたいというか。うんで。僕は本当に今もう人のことかもう全く見ないんですよね。うん。全く見ないビジネスの観点ではリサーチとかしたりする場合もありますけどその全く見ないですね。基本的に人の。まあ人の意見を聞かないというか何だろうな。どうでもいいというか。 自分例えばその自分がこうしたいと自分が、うん、例えばじゃあ三ツ矢サイダー、うん、三ツ矢、うん、これちょっと例えば悪いかな自分がじゃあこれ、うん、自分がこれ飲みたいとこれ飲みたいとじゃこれを飲むために何かが必要だなっつったこれを吸収してこの中に入れる。 これを飲みたいんですよ主はここです。主はこれを飲みたいと。じゃあこれを飲むためにこれが必要だ。この仲間が必要だ。じゃあ仲間。じゃあこの情報が必要だ。この情報みたいな。まあ、ここに入れてって飲むってことですね。主ははははここここです主はここ主は言いいまました主はお告げしましたたたおみなそうだからその他人軸じゃなくて自分軸なんで僕は。ほとんどの人は自分軸じゃなくて他人軸に振り回されてる自分軸なんですよ。 もう一度言いますね。ほとんどの人は他人軸に振り回されてる自分なんですよ。でもこれ自分軸を作っちちちゃゃゃううとめちゃめちゃもうね、あの人生が楽しくなります。自分軸っていうのを作ってこの自分軸を中心に自分がよりよく生きていくために関係性を持っていくっていうそうすると楽しいですでで自分から離れていく人は「どうも」みたいな「じゃあ頑張ってね」みたいなでその人はその人の人生があるわけだから別にいいじゃないですか。 自分はこの自分軸でこれが僕が自分軸が確立してきたなと思うことがやっぱりこの自分で情報発信して自分はこういう人間だよと自分はここにいるよこういう人間だよっていうのをブワーってこう情報発信することによって僕の自分軸に僕の自分軸に共感共鳴する人が来るんでだから楽しいんです,よすごく楽しいです今。 でこれがやっぱ情報発信とか自分はこういう人間だよとか自分はこういう生き方をしたいよとかこういう発信がしないとこの人は誰なのかと分かんないんでだから合わせないといけないですよね。でも情報を発信して自分はこういう生き方これが好きやねんとかね車これが好きやねんと食べ物はこれが好きやねんとかあ俺も好きみたいなこう好き同士が寄ってくるんですよ。だから自分がもっと楽しくなってくるし。うん ほとんどの人はね他人軸なんですよ他人のことばっかり気にしてるんですよそれはねしんどいですね非常に非常に生き方としてしんどいかなと思いますうんそうそうな自分軸を作ってしっかりとあなんだ、うん、確立していくっていうのがいいんじゃないでしょうかはいちょっとね質問の回答にはなってないかもしれないですけれども、まあ、もしまたこの 動画回答ではもうちょっと欲しいっていうことだったらまた質問いただければなと思います。はいということで、えー、質問いただいたことに関して回答させていただきました。ありがとうございます。